戦場カメラマンがウクライナ戦争の劇的なニュースに感じた違和感ウクライナ戦争は情報戦の激しさが特徴的ですしかしウクライナのゼレンスキー大統領が幸福声明を出すという AI によるフェイク画像の生成方法ディープフェイクの技術を使ったフェイク動画が出回るなどフェイクニュースも多くありますフェイクニュースにに、左右されないために どのように情報を見極めていけばいいのでしょうか。戦場カメラマン渡辺陽一さんが自身の経験をもとに語ります。生きた情報から知る戦争。現地に出向き、生身の人と接するからこそ感じ取れる情報があります。そうした生きた情報に触れてみることは、そこで暮らしている人たちの生活を知るヒントになるはずです。例えば、ウクライナ戦争では、 戦闘要員の対象年齢となる18歳から60歳の成人男性は原則として出国が禁止されましたこれが世界中で報道されると日本に住んでいる人たちや世界各国からは戦争している国の中に閉じ込められるなんてひどいといった声が上がりましたしかしウクライナに入り話を聞いてみると実際は閉じ込められるというニュアンスとは 少し違うように僕は感じました。ウクライナの人たちは家族や地域のつながりが密で、ウクライナという国のために自分ができることをいつも探している、オープンマインドな人たちが多いです。大事な自国が戦争に巻き込まれた今、自分にできることがあるなら、ウクライナにいたい、ここで国を守りたいとおっしゃる人も少なくありません。ウクライナ国軍の人に限らず、 普通に暮らしている市民の人々からもこうした声をよく聞きました。外から見て考えることとそこで何十年と暮らしてきた人たちの姿勢にはギャップがあるものです。ウクライナが大規模な兵力を有するロシアの攻撃に耐え抜いている背景にはものすごく強い軍隊の存在というよりもむしろ一人一人が助け合い支え合う ウクライナの人たちの優しい連帯があるようにも感じ取れますスマホを通じて生きた情報に触れてみよう生きた情報を求めて実際に紛争地帯に足を踏み入れて取材をするのは常に危険と隣り合わせです僕自身も過去に危険な目に遭ったことが何度もありますイラク取材の時は車で移動していたところ武装組織の車が横にぴったり張り付いてきて 車の窓から銃口を向けられ、撃たれそうになったこともありました。いかなる国であっても、土足でその現場に足を踏み入れないことが大切です。取材を進めるには、できる限りその国のルールに沿っていく。そのためには、一人で動いてはいけません。信頼のおけるガイドさんや、通訳の方に協力してもらう。中国東シナ海防空識別圏境界付近に、 常時3隻以上の軍艦、海事の新型護衛艦とにみ合い中国が沖縄県尖閣諸島を含む東シナ海上空に一方的に設定した防空識別圏 ADIZ の境界線付近に複数の軍艦を常時展開させていることが分かった読売新聞記者が昨年12月30日上空から中国海軍のジャンカイ2級 ミサイルフリゲート艦を撮影した。すでに中国の ADIZ 内を飛行する航空機に即時退去を呼びかけるなど自らの空域だとして事実上の運用を進めている日本政府には力による現状変更の試みへの対処が急務となっている中国は2013年11月事前協議なしに日本の ADIZ に重なり 尖閣諸島を含む形で自らの ADIZ を設定。国際観光とは異なり、中国当局の指示に従った飛行を航空機に一方的に求め。従わない場合は、軍による防御的緊急措置を取るとしている。国際法に基づかずに管轄権を主張する内容とされ、日本政府は効力はないと強く反発している。 米国・韓国なども懸念を表明している読売新聞記者は本社機から中国が主張する ADIZ の境界線から内側約20キロメートルの海域でジャンカイ2級と海上自衛隊の新型護衛艦ミクマが睨み合う様子を撮影した飛行中には中国海軍艦が中国の ADIZ 内を飛行する別の航空機を追い払おうと 無線で呼びかける声も確認した。複数の日本政府関係者によると、2020年頃から中国 ADIZ の境界線付近では、中国海軍艦が少なくとも3隻体制で常時展開するようになったという。高性能レーダーを搭載し、航空機の撃墜能力が高い防空ミサイル駆逐艦、中国版イージス艦や、 フリゲート艦などの活動が恒常化している中国軍機は自衛隊機に緊急発進を繰り返しているという東シナ海で自衛隊や米軍の航空機や艦艇などの監視を強化しているとみられる一般的に ADIZ を有効に運用するには接近してくる他国の航空機を早期に発見するレーダーの整備や 現場域に即座に駆けつけることが可能な戦闘機部隊の連動向上が不可欠だ当初中国側の監視能力は低く ADIZ 設定は実効性を伴っていないと見られていた今後は常時展開する軍艦と戦闘機などが連動し軍事的な動きを活発化させるとの見方もある自衛隊関係者も台湾有事などの際には 自衛隊機や米軍機の侵入を阻止する意図があると語る日本政府関係者は常時展開が尖閣諸島の領有権を主張する動きとも結びついていると分析する実際尖閣諸島周辺で活動する中国海警局の高専が日本領海に侵入する際には南化する動きを見せるなど連携するケースがあるという 防衛研究所中国研究室の杉浦康之主任研究官は ADIZ を設定した10年前は日米を牽制するためのメッセージの意味が強かった近年では中国空軍と海軍のデータリンクが進んでおり実態が伴ってきたと見るべきだと指摘する速報北朝鮮が午前7時ごろ、航海に向け巡航ミサイル数発を発射韓国軍 速報です。韓国軍によりますと北朝鮮が午前7時ごろ朝鮮半島西側の航海に向け巡航ミサイル数発を発射したということです北朝鮮は24日と28日にも巡航ミサイルを発射しています朝鮮半島では去年11月の北朝鮮による軍事偵察衛星の打ち上げ以降緊張が高まっていて度重なるミサイルの発射以外にも 南北双方が朝鮮半島西側の海域で砲撃訓練を実施するなど対立が激化しています金正恩総書記は15日国会にあたる最高人民会議での施政演説で戦争が迫っているとした上で戦争は大韓民国を壊滅させアメリカに想像を絶する敗北を与えるだろうなどと述べアメリカと韓国を強く牽制しました 香港高裁、中国高台に生産命令、習指導部第五産、20年に不動産企業に有識制、資金繰りに行き詰まる企業が続出、中国の不動産バブルを象徴する中国高台集団に、香港高等法院、高裁が生産命令を出した、債務再編案に進展がないなどと判断した、習近平指導部は生産命令の影響が 中国本土に及ぶことを警戒するが、不況の長期化は避けられない状況だ。恒大集団は昨年6月末時点の負債総額は2兆3882億元、約50兆円で債務超過だった。8月には米連邦破産法15条の適用を米ニューヨークの裁判所に申請。9月には創業者の許可院氏が 中国当局に拘束されたことが判明した。再建が進まず生産命令が下ったが同社が抱える資産の大半は中国本土内にあり実際に生産手続きが進むかは中国当局の判断に左右されると見られる2020年に州指導部が不動産企業への融資を規制すると資金繰りに行き詰まる企業が続出し 駅など不動産大手に経営悪化が広がった不動産は中国の国内総生産 GDP の3割程度を占めるとされ経済への影響が大きい銀行が不動産企業への融資を控える貸ししぶりも蔓延している当局は市場活性化策を打ち出しているが生産命令で中国市場の不確実性はさらに高まったと 市場関係者は戦々恐々としている。